手術。する前に私のバックグラウンドをちょっと説明します。母が日本人なので私は日本語を話せるはずなんですけど、小さい頃から英語の学校に行ってたので日本語がそんなに強くないからもうちょっと頑張りたいなと思ってます。私って日本語を喋るとき自信がそんなにないんです。家族以外の人と日本語を話すのは本当に緊張します。でもカメラの前に日本語を話すのはまだそんなに緊張しないから、こうやってもうちょっと日本語で話すのを練習して自分に対しての自信が増えるといいなと思います。なので、あの、自分のチャンネルを使ってもうちょっと日本語を頑張ります。今からブログスタート。顔から見えると思うんだけど、今起きたばっかりです。まあ起きたばっかりというか、起きて顔を洗って、でそしてパジャマから着替えました。だから今から朝ごはんを食べます。今はもう9時21分です。8時半に起きたのに、まあいいわ、大丈夫。今日はあの休みだからのんびりに行こう。あ、めっちゃ寝起きの顔じゃん。今日の朝ごはんは納豆とご飯と海苔を食べます。イエイ。Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. 今朝ごはん食べ朝ごはん終わって、今から勉強をちょっとします。私は今ギャップセメスターを取ってるので、勉強は大学の勉強とかじゃなくて、まあ自分がしたい勉強をしてます。このギャップセメスターの目標は、まあいろんなことをやってみて、いろんなことを学んでみて、私が将来に何をしたいかを知ることそういう目標です。オンラインでただのコースとかがいっぱいあるので、私は今香港大学の手術のコースです。オンラインコースしてる。サージュリー、手術、なんで言うのが難しいんだろう。だから脳の手術とか、あの胸の手術、昨日勉強してたのはあのお尻の辺の手術、これ本当に日本語でどうやっていいかわからないんだけど、そういう感じ。今から頑張ります。昼ごはんはうどんを食べます。
私はちょっと歌を歌います。ちょっと待って、ギター持ってくるわ。なんか次の YouTube YouTube ビデオ次の動画に関して何を歌おうかな。でも歌う前にさっき声の声の運動をしないといけない。ボーカルエクササイズ、声のエクササイズしないといけない。リップロールアーペジオ。くすぐったアーペジオオンクーク。今から歌います。歌ゲストしてみて。Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, everything I need is on the ground. On the ground. これ歌おうかな。 Cause you with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future, so just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know. Cause you got me and you know that I've got you and I know. If the tide takes California, I'm so glad I got to hold you. And if the sky falls from heaven above, oh I know I had the best time falling into love. Till forever falls apart. まあこんな感じだから違う歌を歌ってみて弾いてみて、でどれが一番気持ちよく歌えるのか、それを選ぶ。 You with your words like knives and swords and weapons that you use. 今からちょっと文房具屋さんに行ってノートを買おうと思ってます。その後は友達と一緒に映画を見ます。映画見て夜ご飯食べる、その予定です。今日の映画は台湾の映画なので、Man in Love。 私にも中国語の勉強になるから、イエーイ、行こう。ちょっと待って、私の服です。服、アウフィットどう言ってんの、忘れちゃった。今こんな感じです、見てください。これは全部GU で買いました。今日の天気は暑い方なんだけど、映画館はいつもめっちゃ寒いからジャケットを持ってきます。And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed. I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. そして何しようかな、その後決めるわ。ちょっと映画のことを話したい。今日見た映画めっちゃ泣いたわ。いい映画だった。でももうめっちゃ泣いた。私は映画見るときよく泣く方な人なんだけど、でもこれはもうやばかったわ。だってね、映画館出た時も頭が痛かったって泣きすぎて、でそしてマスクもちゃんと着ないといけないから、なんか酸素が頭にに最後の辺足りなかったんかな。でもよかったわ。この映画を見る機会あったら見てください。スタリマからシャワー入ります。帰ってきました。シャワー浴びました。さっき私文房具屋さんに行ったじゃん。このノートを買いました。かわいいでしょ。
私来週から仕事を始まります。私の仕事は幼稚園の先生プラス英語の家庭教師みたいな仕事なので、毎週私ちゃんとレッスンを全部プランしたいので、このノートを使って全部プランを書こうと思ってます。私にとっては生徒さんたちがちゃんと私のクラスを楽しむことが一番重要なので、ちゃんとレッスンを全部プランをして毎日楽しいクラスになろう、楽しいクラスだ。今から来週のクラスをここにプランを書きます。あー眠いから、なんか日本語がもうめっちゃダメや、めっちゃダメ。ちょっとアップデート、プランを書くって言ったんだけど、今TikTok を見てます。もういいわ、もうはい、本当に集中します。集中しなさい。 OK ペン、ノートブックスタート。プラン終わりました。これこうやって開いて、ここは何をプリントしないといけないものと、クラスに何を持っていかないことを書きました。もう11時半ぐらいだから寝ます。眠いので寝ます。今日はたくさんやったから私も満足です。このブログを見てくれて本当にありがとうございます。おやすみなさい。じゃあね、さらへよー。